2020年10月時点の三代目店舗マルトヨは、和歌山県和歌山市黒田2の2の4に店舗を構える、ラーメン店。1982年に和歌山市有本で創業し、2017年に移転するまでは、店が傾いているラーメン店として知られていた。創業者は、豊田二郎。会社員であった豊田二郎が脱サラし1982年に、 和歌山市有本615の木の川の土手沿いにある物置小屋を仮店舗に改造した。開店当時はカラオケ酒屋だったという。地盤が弱い地に立地していたためか、開店後5年後には地盤沈下で店が傾き始めたという。毎年約1センチメートルずつ傾斜が進み、2015年の時点で傾きは8度まで達した。 客は傾きによりラーメンの汁がこぼれるため割り箸をラーメン鉢の元に入れていた。そこで傾き対策として店主の妻がこぼれん棒という長さ10センチ幅3センチほどの平らな棒をラーメン鉢の元に入れ水平にするものを発案し傾きを抑える。ただこぼれん棒だけではまだ不安定だったが常連客の一人が傾きに平行になるカウンターに 乗せる板を作成支店に寄贈した。1990年代に入ると、和歌山ラーメンブームで、店がメディアによって取り上げられる土地名度がアップし、全国各地から客が来るようになった。2016年に立ち退きを求められ、2017年6月1日に、和歌山市本町9丁目28番に移転開業。看板は旧店舗から移動し、外壁にわざと斜めに貼り付けたほか、 こぼれんぼうと平板も使用できるようにした。その後、事業は38パグループに引き継がれ、2020年3月18日に現住所に新規移転した。ありがとうございます。